はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが、今日は、値上げ、値上げ、値上げをお送りいたします。よろしくお願いします。先ほどから画像が出ているようにですね、東う赤サービスエリア、これ、岐阜県にあるサービスエリアなんですけれども、ま、有名な大きいサービスエリアですよ。あのガソリンがね、もうすでに200円、廃屋ですけれども、200円突破ということですね。いや、すごいスピードで値上がりしています。 これはね、まだ一般道ではもうちょっと安いんですけれども、段階を追って今政府の補助金がガソリンに入ってるんですけれども、1ヶ月ごとに10%、20%という形で補助金が削られていくんですよ。なんでそんな小刻みに削るのかちょっとよくわかんないんですけど、あの、まあ、刻んで刻んで、まあ、10月の頭にはゼロ。要するに補助金なし。ということで、 まあこのままいくと計算したんですけどもね。まあ、あの、値上がりしていきますけれども、今アメリカちょうどね、あのガソリン価格ちょっと下がってるんですよ。アメリカは下がるけれども、じゃあ同じように日本下がるかって言ったら絶対下がらないんですよね。補助金外れていくので、逆にどんどん上がっていきます。で、計算上230円になりますね。廃屋は。10月1日に廃屋230円。レギュラーは210円から215円の間、ということになるんですよ。レギュラーガソリン。 1>, 1リッター、リッター200円超え、一般道でですよ、これ、きついですね、来てますよね、だ車をね、これから新しくしようとかね、燃費の悪い車に乗っている方とか、まあ、これちょっと厳しいですよね、まあ、車買い替えるって言っても、今、ガソリン代が高いから買い替えるって、買い替える方が高いかもしれないし、じゃあ、電気自動車にしようかって言っても、電気自動車、すんごい充電しなきゃいけないしね、高いしね。 電気自動車だいたいすごい値段高いですよ。で、その割に性能どうかなっていうとね、まあ今一歩ですよね。だって充電の時間が長くて、あの高速道路にもね、電気の自動車用の充電器あるんですけど、30分ぐらいしか充電しちゃいけないんですもんね。あの、後ろにつっかいてるから。だからもう下手すると2時間待ちとかで待たなきゃいけないんですよ。2、3時間待って、で30分しか充電できなくて、で、それだとまた足りないので、 また次のサービスエリアで充電しなきゃいけないんですよ。だからもう、例えば東京から大阪まで車で行くんだったら電気自動車だと、どれぐらいだろう ?6 回ぐらい充電しなきゃいけないじゃないですか、本当に。それも30分、30分で小刻みに。耐えられないですね、私には。もう無理。それで電気自動車の価格高いわけでしょいや、きついですね。だけどね。 それ考えるとね、まあ、ガソリン車に乗ってた方がいいんでしょうけれども、これだけガソリンが上がっていくと、どんな現象が起きるかというと、まず輸送コスト、まあ、あの物を運ぶという運送的な、ね、仕事をされている方、全部に響きますよね、まあ、もちろんディーゼルで、ね、あの燃料を使っているっていうのは多いんですけれども、ディーゼルだって、まあ、これ、上がっていくわけですよね。だからこれ値上上がががりするるから、まあ、送料が上がる まあ、クロニカメントと佐川は上がるんですけど、さらにまた上がるでしょ、これ。いやー、これ、飛行機もそうですよね、だからね、飛行機の燃料も上がるので、だから沖縄とか東京から行くと、もうすでにすごい高いんですよ。でこれは秋以降、もっと高くなるんですよね。いや、もうね、行けない、国内旅行もなかなか遠くはできないような状況に。ただね、昔は高かったですよ、沖縄はね。 沖縄行くのにね、片道、まあ、5万だったですもんね、昔はね、軽くね。往復で、航空券だけで10万。だからもうその時代と同じぐらいになっちゃうところですね。まあ、今もうそれに近づいてるじゃないですか。でももっと上がるかもしれない。片道8万とかいうのが、まあ、それでも安いねっていうふうになるかもしれないですね。だから大人1人往復、東京から羽田から那覇まで、片道8万。 往復16万。まあ、これぐらい行くでしょうね。これきついですよ。沖縄に行ったり来たり。<笑><笑>もう沖縄から出れない。ね。いや、本当ですよね。きついね。なかなか厳しい時代がやってきているということですね。で、まあ、あの、送料が高くなりますからね。当然、品物を送るのも大きさでね、大きければ大きいほど送料が爆上がりですよ。10月からね。 今のうち大きいものを買っといた方が絶対いいですよ。ものすごい値上げになるんでね。ベッドとかタンスとかね、まあ、離島、まあ、沖縄も離島も北海道もそうですよ。飛行機で運ばないといけないところっていうのはかなり値段上がっていくんでね。まあ、どん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 上昇していくということですね。まあ、このガソリン価格の影響は他にもまあ出ますよね。あの交通全体に出るわけですよ。 であと、まあ、若者が、ね、車離れが今始まってますけれども、もっと車離れしてしまう。だって持ってると維持費が、ね、すごいじゃないですか。でまあ、税金とか維持費もすごいんだけど、車検とか、ね、整備代がねあのガソリンが高いっていうのは、やっぱり日常で使っていく中で、ちょっと、ね、えっっていう感じになりますよね。だっていつもあの、例えば40リットル入れているとするじゃないですか。 で、それが40リットル ×200 円なので8000円になっちゃうんですよね。結構行きますよね。で、でかいタンクのね、あの大きい車って100リットルとか入るんですよね。そうすると、本当にあのエンプティーでなくなっていて100リットル入れたら2万円ですからね。レギュラーで。で、大概あの100リットル入る車って廃クなんですよ。だから2万3000円とかになるんですよね。 10月以降。2万3000円。これきつくないですかこのあの、岐阜の関サービスエリアで入れたら10月以降、多分廃屋230円にはなってるから、2万3000円から2万5000円ぐらいですよね。最低で。関サービスエリアだったら。2万5000円ってすごくないですかいやー、車満タンにしてガソリン2万5000円だよってなかなか見れない金額ですよ。 きついですよね、これ、大きい車でね、会社だと結構それぐらいのありますから、いや、2万円超えってざらになるんじゃないですか、満タンで。きついですよね、だからお金持ってないとね、乗れないですよね、廃屋の車も。これ、お金持ちの人が乗る車みたいになっちゃうんですよね、または車好きでどうしてもその車乗りたいとかね、そうじゃないと、ちょっと廃屋の車ね、いやいや、これなんだっていう値段になってきてしまうので、きついですよ、維持していくのがね。 あの、家に置いといて、倉庫に置いといて、一回も乗らないって言うんだったら別ですけどね、見るだけでいいんだよって。あんまりいないじゃないですか、そういう人ね。やっぱりこう乗りたいし、乗ってみたいし、日常で使ってみたいですよね。遠く行ってみたいとか。いや、高速道路の料金も上がってきてるけれども、ガソリン料金これだけ上がるとね、やっぱりちょっと地方にね、あの、大阪とか名古屋とか、まあ東京もそうですけど、高速乗ってちょっと出かけようかなって言っても、 1>, 1万円、2万円持ってるぐらいじゃ、もう出かけらんないでしょ、ちょっと遠く。怖くて。だってガソリン代これだけ上がっていて、高速料金も上がるから、やっぱりね、もうお金いっぱい持ってかないと、ディズニーランドなんかなおさらですよね。例えば、の名古屋からディズニーランドに、じゃあ家族で行くぞって言ったら、限りなくお金かかります。いや、本当に厳しいですよね。これは大変な時代ですよ、だけど。 これ全部にね、あのガソリン価格って全部に跳ね返ってくるんですよ。あの、要するに輸送でね、あの品物、スーパーの品物も、やっぱりガソリンで動いて、まあディーゼルだろうが何だろうが、まあガソリンじゃないですか。でガソリンで動いてスーパー各店舗に届けるんですよね、品物それがコストが上がっていくので、必然的に値段に跳ね返ってくるんですよね。でこれが今痛い,いのはね、やっぱりあの、そのドライバーだったり、運送会社だったりするんですけれども、あの、請負いをね、している。 あの送料無料とか言って、品物をね買うと、送料って本当はただなんでしょとかいう人いっぱいいるんですけど、ただなわけないじゃないですか、かかるんですよ。それはあの人件費だとかガソリン代とかね、トラックの整備費とかね、トラック本体のお金とか、そういうのがあるんですけれども、やっぱりね、その運送会社って下請け的なね立場で弱いわけですよ。上からは言われるしね、下からもね、つつかれるしね。 板挟みになって値段がなかなか上げられないんですよね。で、そうすると潰れちゃいますよ。廃業とかね。もうやってらんないやっていう感じでね。うん、だからイギリスは現にそうなってきちゃってるんですよね。もう、あの、本当ドライバーとか少なくなってますよ。どんどん。うん、だからこれはね、日本でも同じことが起きますから、やっぱり配送のお金っていうのはどうしても高くなっていきますよ。うん、だからアマゾンのね、送料無料っていうサービスがアマゾンプライム会員だとあるじゃないですか。 あれがどういうふうに続けていくのか。まあ、アマゾンプライム会員の金額を上げるか。まあ、総理を特別に取るか。まあ、どっちかになっていくしかないでしょう。このままでは絶対やっていけないですからね。まあ、大きい何か変革っていうかね、なんかちょっと変化は起きますよ。必ずね。でから、総理を無料で歌ってるところも、ちょっときついですよ、これはね。利益がどんどん減っちゃいますよね。 うんだから送料無料が減っていくのと同時に、まあそれを値段に入れてね、あの、価格のね、送料分入れちゃって、商品の値段がガーンと上がるとかね、もうそういう方向で調整するしかないでしょ業者はね。だからこれからね、だからね、あの、確率に上がるので、今のうちにちょっと高いものとか、あ、これ絶対いるなって分かっているものってあるじゃないですか。かそれって買っといた方がいいですよ、絶対に。 ま、うん、あの、私はもうガンガン買ってますね。揃えてあるんですよ。あの、この間もね、ちょっとあの、FC2 の方でお話ししましたけど、掃除機は同じもの5台買ってあるんですよね。だって壊れちゃうじゃないですか、絶対に。掃除機って絶対モーターいつか行かれるんですよ。で、あとどっか不具合があって壊れちゃうので、まあ、5台買っとけば当分持つんじゃないかと思って、気に入った、これはもう絶対いいっていう掃除機を5台買ってあるんですよ。で、それが壊れたら次々その、 ね、一台、一台、一台という形で、まあ、ずらしながらね、まあ、あの、その、ストックを使っていこうと思ってるんですけども、今安いけど、もういろんなものがね、やっぱり電気製品、電化製品も値上がりすっごいしていきますし、送料がプラスされるので、今の価格ではどれもこれも絶対買えなくなりますよ。だから今必要なもので、腐らないものでね、絶対自分にとってはいるっていうものは、まあ、買っといた方がいいでしょうね。そうしないととんでもない値段に跳ね上がって、 えー、嘘でしょっていう形で、あの時買っとけばよかったなっていうふうになってしまいます。だからこれはね、あの本当ぜひね、今お金にある程度余裕のある方は、物ですね、物。ちゃんと物を必要なものであれば、ガンガン買ってストックしておくっていうことを強く強くお勧めしますね。それ本当にあの未来に対する、まあ、防衛対策になりますよ。経済的な防衛とかね、自分の生活の防衛ですよね。うん、だこれはね、必要だと思いますよ。 だから、これ、値上がりはどんどんしていくんですよ。必然的にもう、どんどん値上がっていきます。あらゆるものが。だからあらゆるものが値上がるので、高いものはより高くなるんですよ。だから、今3万円で買えるものが5万、6万、7万となっていきますから、まあ、ゆくゆく、もう近いうちに倍になっちゃうでしょだから、今3万で買えるものを、絶対必要なもので、もう絶対いるものなのに、手をこまねいて、買わないでいると、3万円のものが、秋には6万円になっちゃうんですよね。来年の1月とかにも。え 6万円か、半年遅れで6万円か、高いなあ、あの時買っとけばよかったなっていうことになるじゃないですか。で、まだそっから上がっていくので、だから今のうちに、今、まあ、ちょっと上がってますよ、今もね。だけど、まだ安いんですよ。まだ送料もね、かかってないので。だから、今のうちどんどん買っといた方が、まあいいということですね。これ厳しくなりますよ、本当に。まあ、手にも入らなくなるしね。 まあ、あの、商品自体の値段が上がっていく。または送料がプラスされていく。爆発的にね。どっちにしても、うわ、高いなっていう感じになってしまう。ということですね。これはね、本当防衛も兼ねてね、ちょっと自分の生活計画していかないといけないですよ。ご家族だったらご家族の全員の計画をね。だから今、高いものでも、まだ今は安いんですよ、それで。これから上がっていっちゃうので、 どうしてもうちは絶対またそれいるなと。壊れたら絶対またそれを使いたいし使うんだっていうことであれば、まあ買っておいてストックしておいた方が絶対いいですよ。これはね。まあ値段下がることはもうない。ないね、うん。だってもうあっちこっちでなんかいろんなことが始まっちゃってるので。 まあ、これで値段下がったらびっくりしますよ。えー、なんでってなりますよね。な <laughs> んなのっていうもう謎ですよ。その値段下がること自体が。まあ、下がることはまあ、どう見たってここ何年もないでしょ、これから。まあ、上がる一方だと思いますね。まあ、現にね、あの、欧米ではどん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 上がっていってるわけですから、まあ、その後追随してね、日本の経済もそういう形になっていく。まかれ間違ってね、あの、日銀がね、あの、今の政策を転換してやめてね、 金利をつけるようになったら、それはもっとすごいことになりますからね。びっくりしますよ、みんな。まあでもそうせざるを得なくなるかもしれないですね。間もなくね。だからそれも踏まえて、やっぱり物を持ってるっていうのはいいことですよ。ちゃんと物を持ってるんですよね。あの、もうちゃんと、あの、もうストックしておくんですよ。もう必要なものはね。で腐るものをストックしといてもダメですからね。まあ、腐らないちゃんと、あの、もうこれはいつまでも変わらないんだっていうものは、 まあちょっと多少高めのものは今買っておいた方がいいでしょう。というお話ですね。値上げ、値上げ、値上げ。間違いなくどんどん値上げしていきます。まあ、びっくりするぐらいね。もう今でもええー、って言ってスーパーに行ってね、まあ実際に自分で買い物されてる方って目の当たりにしてるのでわかるじゃないですか。ええー、ってなってますよね。だってバターとか何この値段って。いや、だって200いくらで売ってたバター、今もう500円ぐらいでしょ。倍ぐらいになってるんですよ。 でちょっとえ、えー、っとえていう感じですよだって倍なんですよだから買い物してないと分かんないですよね、そういうものはね。うん、だからバターだけじゃないですよね、いろんなものがそうやってじわ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 と最終的には、え、振り返ってみたら1年前の倍だねっていうふうにはなってきてるんですよ。で、これからまだ上がるんですよ。だからバターなんかあれでしょ、今年のこれぐらいになったら700円、800円になってるでしょ、普通のちっちゃい、あの四角いバターね、長方形の。 今まだ500円ぐらいだけど、まあ780円とかなりますよ。びっくりしますよね、バターが。要するに250円ぐらいで売ってた300円ぐらいのね、バターが800円、900円ってなっていくわけですよ。いや、驚きますよね、だけど、その値上がりの仕方。で、今、じわじわと上がってきてるから、ちょっと慣れてる部分もあるけど、振り返ってみて、記憶が確かな人って、いや、高いなと思ってるはずですよ。何もかもね。 まだ値上がるんですよ。まだまだ、序の口でこれからですから、値上がり。これからなんですよ。うん、だからそれ考えると恐ろしい時代がやってくるということですね。まあ、自分の身は自分で守るしかない。自分で防衛するしかないですから、いろいろ頭で計画しながら実行に移して進んでいきましょうね。頑張りましょう。皆さん応援してますんでね。ということで、今日は値上げ、値上げ、値上げをお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。